倒的な力を見せつけたオーディンは各地に軍を派遣、人間界、戦界、全てを制圧すべく動き出す。オーディンは戦界への入り口を狙っていた。そこから大軍を送り込み、戦界を制圧するためである。彼の考えを察知したカグヤは仲間を連れ戦界への入り口に向かう。カグヤは水際でオーディンたちを食い止めようとしていた。彼女の必死の願いは果たして叶うのか。ところで、戦界への入り口って何なんだ？融合に巻き込まれるのを待つか、腕輪の力で道が開いたら来られるって前に聞いた気がするけど。大きな力を持つ者はそうです。無理な介入をすれば不安定なこの世界を壊してしまう恐れがありますから。でも最近どんどん戦いが激しくなってるでしょ。だからそこまで影響力がない戦界の兵たちが自由に来られるように私たちで入り口を作ったの。ですがそこを逆に利用され戦界を危険にさらしてしまうとは。そう落ち込まないでよ、かぐやだっけ。あんたのせいじゃないんだからさ。あ、はい、かぐやですか。やはり覚えていらっしゃらないのですね。ねえお前、元気ない。どうした？いいえ、何でもございません。さあ参りましょう。戦界へつながる入り口というのはあそこか。しっかり敵に囲まれてまずいんじゃないか。大きな子たちが入り口を守ってくれてるけど、もうヘトヘトみたい。みんな手伝ってあげよう。敵の鳥みたいな子たちは誰が指揮してるんだろう。ねえかぐやさん、わかるかな。では気をたどって見つけてまいります。ちょっと待った。あんたまさか一人で行く気？危険だわ、一緒に行きましょう。我戦う戦界入り口守る。おお、目立ってるな。俺も派手に突っ込んでやるぞ。二人ともその意気じゃ。援護は交換所を率いる弓兵隊に任せておけ。偉人についえよ。あの将が大きな子を指揮してるのね。敵に狙われないようにみんなで守らないと。あなたって本当に強いのね。これからも頼りにさせてもらうわ。敵の方が一枚上手か。あの敵の子、入り口へ向かってる。誰か急いで止めて。おい、ギエン、粘りすぎたら危ないぞ。最近、お気負けは良くない。お見事でございます、スサノオ様。その戦ぶりに雨土も震えておりましょう。粉々に砕いてやるぜ。偉人に強い。我敵倒す。俺が定め。敵も味方も濃いな。こいつらより目立てる気がしないな。
破れても誰が怪物を指揮するのだ。存在感大したもんだ。ここからは二手に分かれよう。任せろ。本当か？お前いいやつだな。戦が終わったら俺の噂を広めてくれよ。ここは抜かせん。消えろ。現れおったな。軽く揉んでやる。じいさん一人働かせるわけにもいかね。俺もやってやるか。偉人についえよ。大きな子一人やられちゃった。他の子たちが踏ん張ってくれるといいな。くそ、我が目指す。見事なもんですな。まさに大活躍ってやつですね。時は稼いだ。やたらうまいな。さて弓兵隊、銀河射撃の構えを取れ。よく狙って引き絞れよ。今だ、放て。じいさんの腕には遅いったぜ。こりゃあと10年はくたばりそうもないな。何を抜かすか。20年は粘って見せようぞ。お前人に強い。お前立派。俺が定める。どこにいるのかしら。ねえカグヤ、気を探るなんて本当にできるの？はい、皆
様のお力になれるよう努めます。私だけの記憶があるのになんだか寂しいですね。 あそこに何やら重苦しい気のよどみがございます。ダイオスさんに当てるとはなかなかの力だが、この進めごときに遅れは取らん。我はサノーマン攻撃戦。ああいいだろう。私もですか？ありがとうございます。おっと、敵がわんさか来てるじゃないの。こうなったらまとめて相手してやるぜ。偉人についえよ。俺の相手はお前に決まり。俺が飯だ。楽しませてくれ。誰が飯だ。悟空ったらまた悪さしてる。今日という今日は許しません。見事なもんですな。まさに大活躍ってやつですね。ズバリ猿倒せ。浮き気これよりよっぽど野生的だな。誰が飯だ。大事なところがガラ空きだぜ。悟空が入り口の方に。急いで門番を守らないと。騒がしいと思うが、悟空また暴れておるな。誰が飯だ。なんか聞き覚えのある声。まさか戦場のピリつく空気、久しぶりじゃの。懐かしい顔も見えるわ。手伝ってくれる？任せておけ。再会を楽しむのはその後にするか。ふっきー盛り上がってきたぜ。もう少し数増やしとくか。相変わらず強すぎだぜ、ふっきー。おお、そうか。腕がなまってなくて何よりだ。やっぱ気が現れよ。ここで仕留めてしまえばそれまで。清盛のおっさんがそう言うなら全力で倒しに行ってみっか。ほう、来てみろ。わしは逃げも隠れもせんぞ。今日こそ悟空を懲らしめてあげないと。そうだ、かぐやさんも一緒に来てくれる？くそ、誰が飯だ。ビビエサルビー、ウラジャラ飛び回りよって。この天使の矢で食い止めてくれるわ。これでいいだろ。そりゃいい。どっちがど真ん中に命中するか勝負と行くか。おいおい、二人とも目が怖いって。天神に楽しく遊ぼうぜ。楽しくやる。あなたって本当に強いのね。これからも頼りにさせてもらうわ。フッキさんが来てくれてよかった。旋回まで大変なことになるところだったよ。すまんすまん、なかなか道が開かなくての。遅くなってすまんの。わしは復帰。
家具やらと同じ戦界の住人で、お主らとは以前共に戦ったこともある。しかしとんでもないことになったの。ゼウスが殺され、オーディンが登場し、破壊神まで復活するとは。このような状況だ。我らも今後はできる限り力を貸そう。おお、仙人がまた一人味方になるて心強い。いや、ほんとその通りだな。復帰殿、これからよろしくお願いします。ねえかぐや、あなたってすごいのね。気を探って本当に清盛の場所を当てちゃうんだもん。いえ、私の力など微々たるもの。彼らを倒せたのは皆様方のおかげでございます。戦界を守っていただきありがとうございました。うーん、一緒に戦った仲だってのに硬い、硬すぎる。カグチン、私たちもう仲間でしょ。はい、ガイ様や皆様のことをそう思ってもよろしいのであれば。もちろん、いいに決まってるじゃない。っていうか、その様付けなんとかならない？人間は親しい相手をあだ名で呼ぶの。だからカグチンもカイ様じゃなくてカイチンですよね。そうそう、よくわかってるじゃない。ええ、昔とても大切な方に教えていただきましたから。記憶や絆を失っても悲観することはない。また新たに作ることができるのですね。とても大事なことを学べた気がします。わしが伝と始まろうわ。上々なる。報告！アレスとロキが大軍勢を引き攻めてきました。その数計り知れません。ここを奪い前線を押し上げるつもりか。奴らの到達前に援軍が来なければ持ちこたえるのは厳しいかもしれんな。我が君、案ずるな。このようなところで無駄に命を散らすつもりはない。まずは本体に伝令を送り判断を仰ぐとしよう。人間と組んでの戦も久方ぶり。どうなることかと思ったが、案外あっさり勘を取り戻せたわ。異界の神や怪物相手の戦にもさすがに慣れた。確かに最初に奴らを目にした時は驚かされたものだが。そうそう、あの時はびっくりしたよね。みんなと戦界でのんびり過ごしていたら急に押しかけてくるんだもの。さすがの太公望さんも大慌てで冷や汗タラタラだったよね。それは完全なる思い違いと言わざるを得ない。私は慌ててなどいないし、冷や汗もかいていない。ただ予想外の敵襲に迅速に対処しようと。坊主、照れんでもいい。冷や汗ぐらいかくじゃろう。
このわしでさえ肝を冷やしたのじゃ。あの時はな。大規模な地形測量を行い、新たな地図を作成した。予定より早く終了したのも皆の協力あってこそ。どうした？わしは将の中の将、将に将たる器よ。共に鍛錬した者どもめ、さぞや我が将棋に驚いていよう。あいつらが偉え偉くねえとかわかんねえけどよ、こんだけ原稿交わしたんだ、丸立ちだってのは間違いねえ。